今から13年前、金メダルが史上命題とされた北京オリンピック。しかし日本は準決勝で韓国に敗れ、金メダルを逃し、3位決定戦ではアメリカにも敗れ、屈辱のメダルなしに終わりました。それ以降野球はオリンピックの正式種目から外れ、時は経ち2013年2020年、オリンピックの開催地に東京が決定。開催国の日本は2020年オリンピックの追加競技の一つに野球を加えるよう IOC に提案。そして16年8月、野球は追加競技として承認され、3大会ぶりに復活となりました。稲葉ジャパン誕生。2017年、国母ジャパンは WBC でベスト4に入り、準決勝のアメリカ戦では MLB のスター軍団を相手に1対2と惜敗しました。国母監督はこの WBC をもって退院。侍ジャパン協会委員会は後任の監督候補を探していました。協会委員会は代表監督に求める条件として、求心力、短期決戦対応力、国際対応力、五輪対応力の4つを挙げていました。まだ協会委員会は国母ジャパンを成功と捉えていて、山中侍ジャパン協会委員会本部長は、大事な試合で負けると選手から不満が出るもんだが、国母ジャパンでは一切なかった、それぐらい選手との信頼が生まれていたと語っており、次期監督には委員会が求める4つの条件を満たし、さらに国母ジャパンの流れを継承できる人物。そこで国母ジャパンで打撃コーチを務めていた稲葉篤則コーチに白羽の矢が立ちました。稲葉コーチはプロ通算2167安打と実績十分で、2008年には北京オリンピックを経験し、2009年13年には WBC にも出場と国際経験が豊富で、さらについ最近まで侍ジャパンの打撃コーチとしてチームを支え、国母ジャパンを継承していくためには最適な人物でした。そして17年7月31日、稲葉ジャパンが誕生。稲葉監督は就任会見で、とにかく活気のあるチームにしたい、前回もそうだった、めちゃくちゃいいチームだった、監督、コーチ、選手とみんなが一つになっていたし、本当に一体感があった、国母監督が作り上げてきたものはしっかりと継承していきたいと抱負を口にしました。構想。2012年に侍ジャパンが常設される前は、オリンピック、WBC といった大きな国際大会の時にだけ、そのシーズン調子がいい選手が集められる、いわば寄せ集めのチームでした。そのためメダルなしに終わった北京オリンピックではチームが一体となっていなかったと、当時のメンバーは口を揃え、稲葉監督も同じく感じていました。そこで稲葉監督は結束力をテーマに挙げ、まとまったチーム作りを目指し、20年東京オリンピックで金メダルを取ることを最終的な目標に設定。前年に行われるプレミア12を東京オリンピックの前哨戦と位置づけ、それまでにチームを作り上げるため各年度に目的を振っていきました。2018年はいろいろな選手を試し、国際試合での対応を見極めていく学びの年、2019年は本番に向けてチームを作っていく作る年、そして2020年は東京オリンピックで金メダルを取る結果を出す年。また稲葉監督はスピード&パワーを掲げ、一つでも先の類を目指すスピード、世界に対抗できるようなパワーを備えた選手を軸に選考。監督就任からプレミア12までの約2年間で計70名に上る選手を代表に招集して、国際試合に対応できる力があるかを見極めてきました。特に18年11月に行われた日米野球では、東京オリンピックを見据え、現時点でのベストメンバーを組み、MLB のスター軍団に対して6戦5勝と圧倒しました。プレミア12、東京オリンピックの前哨戦と位置づけるプレミア12の開幕が迫った2019年10月1日、稲葉監督はプレミア12日本代表メンバーを発表しました。スピード、パワー、経験をバランスよく構成することで強いチームができたと語るメンバー選考では、稲葉ジャパンになってから常に招集され続けてきた DeNA 山崎投手、ソフトバンク海保氏といった常連組、国母ジャパンの主力で17年以来の選出となったソフトバンク松田選手、巨人坂本選手、広島鈴木誠也選手ら復帰組ら NPB を代表する選手たちが選ばれました。こうして集結した侍ジャパンのメンバーは、大会前にカナダと2回の強化試合を行い、初戦は5対6と僅差で敗れましたが、2回表に6点リードを許す展開の中で、4回に2点、5回、7回、9回にそれぞれ1点ずつ返し、最終的に1点差まで詰め寄りました。侍ジャパン金子ヘッドコーチは後にこの敗戦がターニングポイントになったと振り返り、この試合によってどんな状況でも地道に1点を重ねる粘り強さがチームに芽生えたと言います。序盤に大量失点してしまうと、普通なら一気に返したくなって野球が荒っぽくなってしまう、でもあの試合でコツコツ点を返して最終的に1点差まで追い上げた。ああいう展開になっても1点ずつ返していけば終盤にもう一つ山が来るというのを選手たちは分かったと思うんです。それがその後の試合にもつながったと思います。そして11月2日2019プレミア12が開幕。プレミア12は WBSC 世界野球ランキング上位12チームが参加、12チームを ABC の3グループに分けて総当たり戦を行うオープニングラウンド、各グループの上位2チームの計6チームが総当たり戦を行うスーパーラウンド、そしてスーパーラウンドの3位と4位で3位決定戦、1位と2位で決勝を行います。
日本は B グループに所属し、台湾、ベネズエラ、プエルトリコと同組になりました。初戦ベネズエラ戦では8回まで2対4とリードを許すも、8回裏に一挙6点を奪い逆転に成功。続くプエルトリコ、台湾戦も快勝し、グループ B を1位通過しました。次のスーパーラウンドでは5戦で4勝し、1位で決勝進出。そして決勝韓国戦、先発の山口俊投手が初回にいきなり2本のホームランを打たれ3失点ノックアウト。ただ2回裏に山田哲人選手の3ランホームランで逆転。そして7、8、9は甲斐野投手、山本由伸投手、山崎康明投手の勝利の方程式で逃げ切り、見事世界一に輝きました。稲葉監督は優勝した瞬間に涙を流し、9位に胴上げされ8回宙を舞いました。金子ヘッドコーチは東京オリンピックのメンバーについて、今回のメンバーがベースになると話し、コンディションが最優先になると思うのですが、今回みんなと一緒に戦って結束力が生まれたのは間違いないと思います。雰囲気もそうだし、すごくいいチームになれた。これまで一緒に戦ってきた選手が軸になると思いますと語りました。そして迎えたオリンピックイヤーの2020年、稲葉監督は新春監督インタビューで、金メダルを取って少しでも野球に興味を持ってくれる子供たちを増やしたいと熱い思いを口にしました。しかし新型コロナウイルスが世界的に流行し、3月24日東京オリンピックの1年延期が決定しました。またチームを作り直さないといけない。本当ならプレミア12からいい流れでそのままオリンピックに臨みたかった。現にこの1年半の間、プレミア12のメンバーの中には調子を落とした選手や大きな故障をした選手もいました。ただ一方で新たに台頭してきた選手もおり、稲葉監督は延期になったことで若い選手も出てきて、もともと力のある選手も成長してきて嬉しい悩みですと延期を前向きに捉えていました。そして2021年、稲葉篤紀監督はこれまで就任から1年ごとに目的を振ってきました。18年学びの年、19年作る年、20年結果を出す年、そして2021年は束ねる年。稲葉監督はこの理由について、五輪まで1年半となり、もう一度ジャパンを結束させる、オリンピックで国民野球界の皆さんと結束力を持って金メダルに向かってチャレンジしたい、またコロナの影響で医療従事者の方々が大変な思いをされている、我々は感謝の気持ちを持たなくてはいけない、花束を贈る、束の意味を込めましたと語りました。そして6月16日東京オリンピック日本代表選手が発表。投手11名、野手13名の合計24名、2019年のプレミア12優勝メンバーからは14名、初選出は8名となりました。稲葉監督は新春監督インタビューで選考基準について明かしており、投手は四球が少ない投手、フォアボールを出さないコントロールがあるかを見たといいます。そこで代表メンバー21年の投手の制球力を示す KBB を見てみます。数値が高いほどよく、 3.5 以上で一流、好投手は2点台を下回らないと言われている中で、今回のメンバーは低い数値でも2点台後半、高い投手では5点台と高水準、ちゃんとストライクが取れる選手が選ばれています。続いて野手、ボール球に手を出さない選手、その一つのアウトに対してどういう1打席にしているのかをポイントに先行したといいます。そこで代表メンバー21年の四球が多く三振が少ない制球眼の良し悪しを示す BBK を見てみます。こちらも数値が高いほどよく、1を上回ると超一流と言われている中で1前後の選手が多く、全体的に高水準でボール球には手を出さない選手が選ばれています。特にオリックス吉田正尚選手は 2.68 と異次元の数値を叩き出しています。東京オリンピック開幕、8月23日東京オリンピックの開会式が行われ、野球競技は28日に開幕しました。競技方式、6カ国を A と B の2組に分け、各グループ1位から3位を決めるオープニングラウンド、決勝トーナメントでは敗者復活を含む変則トーナメントを全チームで行います。日本はドミニカ、メキシコと同組の A グループに入りました。そして迎えた初戦のドミニカ戦、日本は9回表が終わった時点で1対3とリードを許す展開に。しかし9回裏、日本の攻撃、6番の柳田選手が内野安打で出塁すると、代打近藤選手がライト前ヒットでつなぎ、8番の村上選手がライトへのタイムリーヒットで1点差に詰め寄ると、9番甲斐選手がセーフティースクイズを決め同点、1番の山田選手がセンター前ヒット放ち、満塁の場面で2番坂本選手初球を捉えセンターを越えるサヨナラヒットを放ち、日本は劇的な勝利を決めました。勢いそのままに続くメキシコ戦でも7対4と勝利、 A グループ1位通過を決め、そしてノックアウトステージ初戦は北京オリンピック3位決定戦で敗れたアメリカが相手、3対3の同点で迎えた5回表、2番手の青柳投手がランナー1、2塁の場面でアメリカの4番カサスにレフトスタンドに運ばれ、3対6とリードを許してしまいます。しかし5回裏に鈴木誠也選手のホームランなどで1点差に詰め寄り、そのまま迎えた9回裏には鈴木誠也選手がフォアボールを選ぶ、
続く浅村選手のライト前ヒットでランナー1、3塁、続く柳田選手が放ったボテボテのセカンドゴロの間にランナーが生還、とうとう同点に追いつきました。そして10回裏、延長タイブレーク制によりランナー1、2塁からスタート、代打の栗原選手が送りバントを決めランナーを進めます。そして9番甲斐選手がライトフェンス直撃のタイムリーヒットで見事サヨナラ勝ちを決めました。続く準決勝の韓国戦、日本は3回に坂本選手の犠牲フライで先制、5回にも追加点を取り2対0で迎えた6回表に連打を許し同点に追いつかれますが、7回から登板した伊藤大海投手がロジンを巧みに操り韓国打線を翻弄、2回を無失点に抑え日本に流れを引き寄せます。そして同点で迎えた8回裏、2アウト満塁、バッターは1番山田選手、初球を振り抜きレフトフェンスにぶち当たるタイムリーヒットで一気にランナーが生還、3点の勝ち越しとなりました。そして9回裏には守護神栗林投手が締めて、日本はオールプロでオリンピックに臨んでいこう、初の決勝進出を決めました。そしてアメリカとの決勝戦、先発の森下投手が気迫あふれるピッチングで5回を投げ無失点、3回裏村上選手のソロホームランで先制すると、6回からは千賀投手、7回伊藤投手が無失点に抑え、8回ランナー1塁の場面で伊藤投手に代わり岩崎投手にスイッチ、見事無失点でしのぎ流れを引き戻すと、8回裏の攻撃、吉田正尚選手のヒットで相手のエラーが絡み貴重な2点目を手に入れます。そして最後はここまで全試合登板した日本の守護神栗林投手が締めて、日本は悲願の金メダルを勝ち取りました。金メダルが決まった瞬間、ナインたちはマウンドに集まり歓喜の輪を形成、稲葉監督は涙を流し、コーチ陣選手たちと熱い抱擁を交わしました。そして稲葉監督はナインに胴上げされ、横浜の夜空に5回舞いました。結束力、稲葉監督は就任当初からことあるごとに結束力を口にし、チームが同じ方向に向かい結束することの大切さを説いてきました。稲葉監督は結束力を高めるためあえてキャプテンを置きませんでした。チームをまとめる人数は多ければ多いほどチームが一つになった時にすごい力を生み出すと語り、東京オリンピックでは各ポジションでリーダーを示しました。田中将大投手には投手陣、山崎投手には救援陣、隼人には菊と共に野手陣を引っ張ってほしい。この言葉通り、田中投手、坂本選手は最年長としてリーダーシップを発揮、菊池選手は稲葉監督の誕生日祝いでこのオリンピック不振だった青柳投手にバースデーソングを歌わせてチームに溶け込ませたり、山崎康明投手は野球中継でよく他の投手と会話している姿が映し出されたり、ブルペンではマウンドに向かう投手に大きな声を出して送り出す姿が印象的でした。山崎投手は19年プレミア12の時と比べると調子を落としており、今大会では主にビハインドでの登板でしたが、こういった言動や姿勢が稲葉監督に評価されて、これまで全試合に招集されたのかなと思いました。またプレミア時に強烈なリーダーシップとムードメーカーの役割を担ってきたホークス松田選手の代わりに栗原選手が鉢巻きを巻いてベンチを和ます様子も中継に映っていました。このように選出された24人がそれぞれの役割を全うし、全員の結束力が金メダルという結果につながったと思います。というわけで今回の動画は以上となります。今回の金メダルは過去大会で悔しい思いをした選手やスタッフ、そしてその経験を次の世代に伝え、いろんな人たちが受け継いできた証だと思います。稲葉監督が就任してから侍ジャパントップチームの戦績は23勝5敗と素晴らしい成績を残しました。稲葉監督はこの東京オリンピックをもって日本代表監督を勇退します。これからは日本ハムの監督として侍ジャパンの経験を注ぎ込み、チームの再建が成功することを願っています。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。